比江島2秒、1秒ターンして決めた。いや素晴らしい1対1でしたね。いやホーキンソンも最後絡んできてましたよね。そうですね、はい。まあ、その前のロシターが昨日はね35分近辺メイン出ることもなかったということになります。ショットクロック少ない。ザック・バランスキー、うわー、バランスリーになりました。こういうのはね結構ニック・ケイスイッチしています。安藤聖也、安藤フローター、うわー決める。終盤に安藤聖也が見せ場を作りました。ディアローに通す、ダブルチームだ。ネイサン・ブースト、小林、外で回してケビン・ジョーンズのスリーだ。アイラ・ブラウン、前には川田修司、これがいやターンオーバーにならない。小川拾って外クロック、10秒目のシュート。ここでの一本、小川麻人。ニック・メアからブラックシア、手を挙げているのは川田チルジです。黒ひょうの愛称を持つガルシアの対戦。ビリス・ジュニア、ビリス・ジュニア、ビリス・ジュニア、中カットインしたテーブスですが、そこにはパスは出ない。4秒、3秒、ロシタポストアップか。相手は八村蓮、ロシタ逆サイドからちょっとタフな体勢決めてきました。ロシタレイヤーレイヤーレイヤー、スターティングファイブのその期待に応えます。うわーやりたいな。これもホフラ返しました。なんという試合でしょうか。第2クォーターが終了しました。大浦外よく最後まで打ち切りましたね。比江島、おお2人行っていますが、その間を縫ってフェイク入れながら、今最後ジェネットに合わせようとしましたが、3秒、2秒、ニュービル打ってきた。これが決まった。ここもウィリアムズ。外から払ってきた。外から打つ選手。ミカ、ストクリックが続いている。よく決めましたね。これはミカーになりました。ミカよく決めました。尾崎、インサイド、仕掛ける、アタック。ここはリバウンド取って、ウィリアムズ。わあ、入れましたね。ギリギリです。ギリギリ粘りました。兄弟中村のマッチアップからエサトンでズレを生んで、おっと花が飛びました、ね、飛ばしたターンオーバーになる。残り秒数少ない中で中村打ってくる。シュートを決まった。ブレビーだ。ガッツポーズ、握り拳を振った中村です。これで63対60、ワンポゼッション差に詰め寄って勝負は第4クォーターです。さあ終盤ヒーローになるのは誰だ。触れるボールが渡る、山崎のシュート。これがスリー。ここで差がついて、オマラから笹山、時間いっぱいのシュートが決まりました。笹山孝也、今日2本目のスリーポイントシュート成功。弾いた気がつくが、ちょっと拾ってもう一度長い手が伸びる。ジョナサン・ウィリアムズ、スコア同点。